この方です、どうぞ。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自分のラビットジャンプであなたに期待とオーケスチャ富山県代表 AKB48 チーム8チーム経験人の春ぴょんこと橋本春奈です。はい、春ぴょんです、可愛らしい。お願いします。先月9月9日の出演以来およそ1ヶ月ぶりの登場ということで、外もね、今カレーフェスティバルやってるんですよ、このカフェエクスプレスさん。カレーフェスティバルのね、50何番目今下北沢で開催されてます、昨日からね。今寄ってもらっていいですか、寄ってもらっていいですか、これ看板に50何番書いてある、ちょっと一品ボケ、あ、50番、下北沢カレーフェスティバル50番がこのカフェエクスプレスさ、皆さんスパイスチキンカレー出してますよ、下で人もいらしてください。さあもう大盛況ですよ、カフェエクスプレスさ。もう覚えましたもんね、ハリピョン。はい、カフェ覚えます。カフェエクスプレスさ、エクスプレス。ちょっと待った、あ、ひよりちゃん、あ、ひよりちゃん、ごめんね、繋がんなくて。全然大丈夫です。大丈夫、ひよりちゃんだって今さ、一部トリムのさ、はい、特典会じゃないですか、間の。本来は出られない時間だよね、はい、あの、社長から言われてたもん、フリークさんから。お母さん、7時の頭無理だって言われてたのに、はい、出てくれたの。はい、急ぎました。なんで出てくれたの、嬉しいね、ちょっとね、ひよりちゃん。ありがとうございます。ありがとう、わざわざ来てくれて。ひよりちゃんは、あれ今、はい、右上にハロウィンってことでね、あのお化けのテロップ、ちょっと装飾出てますけど、え、お化けは、はい、ゆりちゃんは怖いの？お化けは無理ですね。で、お化けが出て、お化けが出た時にちょっと顔を抱えてもらってもいいんで、お化けが出たぞって言うから、怖い怖いのちょっとね、思いっきり可愛い感じの感じのお願いします。お化けが出たぞー、怖い、可愛い、ちょっと岡田奈々さんのヴァンパイア。おお、これはナナさんといえばやっぱりあのなんて今は違うんですけど、結構、はい、髪の色が派手なショートのイメージなんですよ。だからそういう素敵なナナさんにやっぱこういうかっこいいヴァンパイアをしてもらって、ちょっと噛みつかれたいなっていう。血を吸われたいんですか。はい、あは、なるほど、なるほどです。献血とか大丈夫なんですか。あ、私献血いけなくて、体重が取れなくていけないんですよ。やばいじゃないですか、ナナさんガブってやられたら。はい、やばいんですけど、ナナさんなら OK。 OK なんですね。わかりました。じゃあ続いていきますよ、続いて2つ目、はい、いきますよ、せーの、フリップアベン。じゃん、高川ひよかちゃんの恐竜。これはどういうことですか。あの、高川ひよかちゃんはチームエイトの福井県代表の子なんですけど、はい、あの、カニ恐竜ハイひよかっていうキャッチフレーズを持ってて、はいはい、やっぱカニか恐竜か悩んだんですけど、うん、やっぱ恐竜だと可愛いひよかになりそうだなと思ったので、なるほど、ぜひ恐竜を来てもらいたいなと思いました。ね、いいですよね、なんかね、ちょっとヨタヨタ動いてるとね、歩いてると可愛らしいですよね。はい、ねえ、分かりました。じゃあ続いていきますよ、どんどん続いて3つ目、はい、ラストですね、いきますよ、はい、せーの、フリップオープン。じゃじゃん、山崎おかちゃんのジョーチェンジ。あ、見たいですか。見たいです。ジョーチェンジ、ジョーチェンボをかぶってもらったことあるんですよ、昔 NAB の方にね、言ってたから。あ、そう、はい、もう幼稚園児、幼稚園児かぶり出してどうするんですか。でも、ハロナお姉ちゃん大好きだよって言ってもらいたいです。え、頭はなぜなぜとかしてあげるんですか、ちゃんと帽子の上から。します、もうお菓子いっぱい買います。じゃあちょっと、じゃあいい子いい子してあげて、画面に向かって、ちょっとね、皆さん、山田京子さんですよ、はい、はい、もっともっと優しく、はい、いい子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 だね、言葉もお願いしちゃっていいですか、いい子いい子、セリフいい子いい子。皆さん、いい子いい子してもらいましたか。いいですか。え、今これスクショタイムですよ、大倉がね、大倉が、わかります、裏技ですよ、これね、山田京子ちゃんだからやってくれたんだから、今めちゃめちゃいい、足りない足りないってコメント来てますよ、本当にもう欲しがりだな、もう欲しがりだよね、本当にもう言ってあげて、もう欲しがりだなって、もう欲しがりだな。かぁ
はい、ありがとうございます。釣られました、来ましたよ。 OK です。かわいいパンダさん、ね、ということでありがとうございました。以上ですね、はい、終了です。はい、ここまでハルピョンのおすすめのハロウィンコスを知ることができて超面白かったよ。ハロウィン、ハロウィン当日ですが今から楽しみだなという方はショールームツイッターライブは数字の8の連打、会場拍手お願いします。拍手、ね、以上アシスタントミニ企画、ハルピョンのハロウィンはコスプレででした。皆さんこんばんは、ワッツアクス。止まっちゃった。カヤ担当花咲ひよりです。はい、ひよりちゃんです、よろしくお願いします。普段なんて呼ばれてるんですか。ひよちゃんとかひよりちゃんとかそんな感じです。呼びたいね、ひよちゃんってね。はい、ハルピョンはお初ですね。はじめまして。はい、はじめまして。よろしくお願いします。さあ、ワッツサークルの、ね、メンバー代表してお越しいただいたんですけども、はい、こちら2020年、はい、昨年11月にデビューした大阪を拠点に活動中の10人組アイドルグループということで、これはグループ名の由来とかあったりします。ひよりちゃん。はい、大阪のなにわの何から、うん、なんだろうの英語で、うん、ワッツというのと、なにわの和が輪っかで、サークルって意味を合わせて、うん、ワッツサークルになってます。なるほど、はい、何が飛び出すか分からない、はい、思い出その1位、13歳から15歳の思い出は、また早かったよ、ひよりちゃん。いいよね、はる、いいよね、ハルピョンね、いいよね、こうやって暮らしちゃったね、ひよりちゃんね。ハルピョンどう、ハルピョン、声に出した感じ。もう、かわいすぎます。かわいすぎますよね、ちょっと、この出し方の反則、ひよりちゃん。いきますよ、はい、せーの、フリップ、オープン。ダダン、茶室から見る工程。茶室から見る工程、茶室って、はい、どういうこと、これは。中学校の時は部活で茶道部に入ってたんですけど、うん、いや、そうでも和服も、うん、はい、で、先輩たちがいる時はちゃんとした茶道部だったんですけど、うん、私たちの第2世代交代してから、うんうん、茶道部がちょっとおさぼり部みたいになりまして、ちょっと、いいんだよね、おさぼりしちゃったってね。ひよりちゃんだもん、おさぼりいっぱいしたらいいと思うよ、おさぼり。同級生の女の子たちと、うん、その部活の時間に茶室から外の校庭を見て、うん、先輩とかだったり同級生だったりとか、みんなが頑張ってるところをこう上から見て、うんうん、今あれがいいのとかいうのをやってました。あ、じゃあ、ちょっとなんか分かんないけど、鉄棒やってる彼素敵とか。はい、そうです、とか、女の子とかでも、うん、やばいやばい、新記録出してるとか。いいね、アレピョン、そういうのありますか。アレピョン、そういうのちょっと家から。私は真面目に部活やってました。本当にアレピョンになってあるでしょ、ぴょんぴょんしちゃったことが。ちょっと見て、はい、素敵、なんかキュンキュンしちゃうとかないんですか。その別にいいじゃん、恋愛じゃ恋愛禁止ですけど、別に思うのは自由じゃないですか。あるでしょ、ちょっと素敵だなとか、ね、はい、わかりました。じゃあ続いていきましょう。はい、続いて、はい、思い出その2、はい、16歳から18歳の思い出は、いきますよ、はい、せーの、高校生ですよ、 JK、 じゃーん、最近です。どういうこと、高校になりました。教えて、中学校の終わりぐらいから本格的に芸能活動始めたんですけど、で、高校に上がってお友達とみんな別れてしまって、うん、で、なんかツイッターでのアイドルやってることがバレまして、そう、バレるよね、そう、で、ちょっと自撮りとかを見られるのがすごく恥ずかしくて、で、なんかやってんでしょみたいな感じになるのに、ちょっとうまく対応できなくて不登校になりました。言えばいいじゃん、じゃあ人違いじゃない。世の中には3人似てる人がいるんですよ。私違う、花咲ひよりなんかじゃないって言えばよかったじゃないですか。そうですよね、そう言えばよかったんですけど、ちょっとわたわたしてしまって、私似てるよね、ふーん、似てるよね、ふーん、似てる人いるんだとか言ったら、それで済んだ。そう、今となればそうすればよかったな。不登校になっちゃった。不登校になって何してたの。お家でゴロゴロしてました。ゴロゴロしてそう。そうですね、お友達誰もできなくって、ね、だって3人ともいないもんね、ここにいる3人ともお友達いないもんね。そう、妹とお友達になりました。妹とお友達になって、
まあ、しょうがないよね、そうしたらお姉ちゃん何やってんの、学校も行かないでって言われて、そうです言われるけど学校行きたくないもんって言ったんですか。行きたくないから行けないよ。ハラピョンは不登校はありますありそうですね。なってないですよ。なるもんないんですか。もうちょっと少年も個人配信してて、あれハラピョンじゃない AKB の。なりました、なりました。そうしたら言うんですか。違う、私ハラピョンじゃないよ。え、なんか私は直接言われたっていうより、うん、そのなんか友達がこそこそ喋ってるのに聞こえちゃって。あれハラピョンじゃない、あれ富山県代表の人じゃない、あれ。そうです。で、わあ、バレたと思って私も不登校になりかけたんですけど。なりかけなの？でも、なんていうんですか、それより前から仲良くしてたお友達が、うん、え、知ってたけど別に学校にいる春菜は春菜じゃんって言ってくれて、うん、それがすごい救いで学校行けました。春菜は春菜だよね、ベキビだって春菜は春菜だし、春菜は春菜は違うよって言ってくれて、春菜は違うよ、春ピョンはちゃんとね、ベキビとしての春ピョンだし、普段のハルピョンは普段のハルピョンで、普通の JK、JD だよみたいな。はい、ね、それで、学校行けました。あ、そうですね。学校行けました。そういうことですよ、ちょっとね、そういう風になればよかったね、ひよりちゃんもね。そうですね、ひよりね、ひよりとは違うし、このひよりは普通に友達のひよりだし、グラビアでね、あのシュープレとかフラッシュさんとか出てるひよりは別のひよりだよって言ってくれなかったの、友達は。友達いなくて。深刻です、深刻です。あれ、あれでね。あれ、今、次、次、次、はい。思い出、その3、はい、忘れた。19歳の思い出はラストです。せーの、フリップオープン。あれから盛り上がりして。ワックルとしてデビューとして、ファースト写真集が発売。そうですね。ワックルともデビューできたし。はい。うん、やっぱ今年の19歳はこれが一番大きかったですね。そうですね、写真集出したしね、はい、はい、ね、もうこれに限りますね。ね、限りますよね。いい記念になりましたよ、これはね。はい、うん、なりました。なんかおすすめのショットとかあるんですか、写真集の中で。ちょっとこの中も私好きだなっていうような、公文社さんでいろいろ出してるでしょ。 あります、うん、どれどれ聞いて教えて、その、どうぞ、うん、浴衣着てるショップがあって、なんか本当は子供用の浴衣の帯を使わせていただいてて、子供用の、はい、なんかこう、うん、子供用のこう、なんていうんですか、ヒラヒラしたようなこう薄い、はい、そうです、そうです、をちょっと使わせて、うん、取らせてもらって、すごく私的にはお気に入りの衣装でした。そう、どんなポーズだったか、今ね、今ほら洋服、まあ衣装だけど今ステージのねやってもらっていい、どんなポーズだったか知りたいんですよ、オクラ。え、なんかこういう袖を使ってこうやってこういうショットとかやってました。なんかこういう風にこういう風にやるショットとか、まあ、あとはこうちょっと展開する感じとかやってました。ツイッターも見たような、赤ずきんちゃんみたいなフードのついたね赤のなんかあれ聞いて、あの壁になんかやってたでしょ。あれちょっとお願いしちゃっていいですか、赤ずきちゃん。怖い怖い、狼さん一言コメント。狼さん怖い、狼さん怖い。これ反則ですね、ハルピョンね、反則。これ大丈夫ですか。これは反則ですよ。あざとい来てますけど、もうちょっとね、生電話コーナー行くよ皆さん、今からでも参加急いで、とりあえず。ということで、はい、終了です。さあ、ここまでね、ひよりちゃんのティーンの思い出を振り返ることができて超面白かったよ。20歳、20代もね、私も素敵な一年にしてほしいという方は、ショールーム、ツイッターライブは数字の8の連打、会場は拍手お願いします。以上、ゲスト企画、花咲ひよりのティーンの思い出を語ろうでした。結構おかげさまですごい今ね。もしもし、あ、繋がりました、もしもし、下北 FM です。ご覧になってました？もしもし、はい、あ、見てました。今どちらでご覧になってますか、何県で。はい、あ、ちょっと待って、ん、あ、見てます。何県で、お名前と。もっちと言います。大阪ですか？あ、そうです。あ、じゃあライブ中だな、ライブ中。じゃあ話しちゃおう、行っちゃって、用意スタート。マッチー、今日はライブ来てくれてありがとう。また後で、あの、物販で会いましょうね。そうです、そうだね。後で行くのでよろしく。はい、終了です、ありがとうございました。めちゃめちゃもう認知最高ですよね、やっぱハリピョン、これね、生電話コーナー、この後ハリピョンもありますけど、めちゃめちゃ認知しても、ね、覚えちゃいますもんね、やっぱり ね、 ね、もう、はい、そういうことで、ありがとうございます。好き電話してますよ。
はい。何ですか？僕もお友達欲しいです。来てますよ。てるちゃん、てるちゃんぐさん。お友達いないんだって、ハルピョン。どうしようの、お友達いない人ばっか集まってきちゃったの、この番組ね。お尻にいるって言いましたね。ああ、なるほどね。はい、そういうことでね、いっぱい来てますよ。あ、つながったかな。出たらちょっとラジオからパソコンから離れてください。はい。もしもし、下北 FM です。あの、ご覧になってました？あ、はい、拝見してました。あの、何県からお名前と。あ、東京のうすです。あ、うすさん。すすだ。あ、わかりました。話し合って、どうぞ。すいません、失礼します。ありがとうございます。やっほー。どうも、お疲れ様です。今日も仕事中です。ですが、はい、今日は回線がよくつながってますね。はい。ありがとう。またね。また、あの、はい。はい。以上です。ありがとうございます。気のいいところね。次、あとは一人ですね。いいファンの方多いですね、ゆうちゃんのファンも。そうですね、優しくて、優しくてね。まあ、東京の方は大阪はちょっと行けなかったんですね、多分ね。まあ、そうですね。東京もありますもんね、公演ね。この後発表ですけど、はいはい、発表っていうか告知しますけど、ね。はい。いや、ひろちゃん、いかがでした今日番組ね、初登場でしたけど。いや、楽しかったです。あ、本当に。はい。また来てね、また来てね。すぐ出てくださいね、もう3回コールで出ないと。あ、つながった。もしもし、下北 FM です。番組ご覧になってましたか？もしもし、下北 FM です。番組見てました？もしもし、村田です。あ、もしもし。あ、もしもし。あ、お名前と何県から？村田です。大阪府からです。あ、じゃあ今ライブ中ですね。今、あの、2部に向かって、今、あの、ライブハウス向かってるところです。ライブハウス向かってるところ。いかがでした今日活躍ぶり、ゆりちゃんの。あ、これから2部を見ます。あ、2部見ます。番組まだ見てないのから。じゃあ、アーカイブもあるんで、はい、アーカイブもよろしく。はい、今ライブハウスの前に。わかりました。話しちゃってください。どうぞどうぞ、話しちゃってください。どうぞ。この後にはかわいい。あ、やっほー、ありがとう、来てくれて。2部これから向かいます。はい、いっぱいリスするのでゲットしてください。はい、ありがとう。終了です。うさぎさん、うさぎさん、ぴょんぽん取られちゃいました今。ハリぴょん、うさぎちゃんのぴょんぴょんみたいな感じになっちゃいます今、アイスが。アベーゲンチパーイ。音来てます。こちらですね。はい、スタッフさん、こちらです。こちらがハリぴょんが食べたいものですね。ハリぴょん、お声出てないですか？時々回線あれですけど、声出てます？説明お願いします。声来てないですね。声来てないと大倉の咀嚼音をお送りしますよ。咀嚼音、大倉ボル食べてこれ。あ、来た、これ咀嚼音。画面映してください。ミリパイが好きです。美味しいですね、これね。大倉も映してくださいよ。食べてるんですか？食べてます、咀嚼音。え？ちょっと、大倉さん、グーで完全に。最高。やった。どうぞ。送ってください。うまいね、これね。美味しいんですよ、本当に。サクサクしてて、香ばしさもあって、はい、うん、すごく美味しいんです。大倉、コマ撮り OK です。こんな大画面入れます。ハルピョンを大画面。あ、ありがとうございます。これはどうして、まあ、こんな感じですね。これは、あの、私、アップルパイもそうですけど、パイ全体がすごい大好きで、うん、パイ生地がすごい好きなんですよ。いいよね。でもアップルパイとかってやっぱケーキ屋さんに行ってとかじゃないと買えないから、うん、でもスーパーですぐ買って、でそれをお家に買い溜めしておけるので、ゲンジパイを腐らないしね、傷まないし。山根小坊さんもあれ、うなぎパイもまさにそんな感触ですよ。似てますね、すごくね。うなぎパイ、うなぎパイよりちょっとクリーミーかなと今食べた感じですね。まあです、うなぎパイより子供向けな。あ、わかります。甘みがね、あるという。はい、じゃあついていきましょう。ついていきますよ、ご準備。はい、いいですか。続いて第2位です。性能フリップオープン。じゃん、ロータスビスコフさんです。はい、こちらです。ロータスビスコフ、見えますか。こちらございますね、ロータスビスコフ。はい、こちらですね。はい、これは、これは、あの、私がよく行く美容院で、ね、2つ入ってます出してもらってからすごい好きになって、だってちょっとお値段はちょい高めなんですけど、うんうん、
そういう特別な美容院に行くとか、うん、なんか特別な時に食べるのがすごい好きなんです。ちょっと固めのやつよね。そうですね、結構固めで、でも元気パンより甘い、洋風な感じで、はい、お、なんかちょっとね、入ってるかわかんないけど黒蜜みたいなちょっと味がしますね。甘い、濃い味。はい、あ、じゃあ、持っていきますよ。それじゃあ、はい、あれ、第1位は、ドチャクンをご堪能ください。オープン。でん、じゃがりこたらこバター味。こちらですよね。これです。はい、なかなかです。はい、いただきました。じゃあこちらはたらこ味。これはもう私じゃがりこ本当に大好きで、もういつもスーパーに行ったら、あのママが押してるカゴにもうめっちゃ入れるっていうのが私の伝統行事なんですけど、もともとサラダ味がすごい好きだったんですけど、あとたらこバターを食べてみたところ推し変しちゃいました。音聞こえてます？咀嚼音聞こえます。おいしい。お臭なんかお酒に合いそう。ビールの前ないからワインとか。リハの時に大倉さんが食べるって聞いて、買ってきたの？私も買ってきました。あー、さすがですね、負けず嫌いが。食べてくださいよ、ちょっとね、皆さんぜひともこの後。はい、ということでありがとうございました。終了です。この後生電話を控えてるんで、巻きで行ってくれ、来てるんです。ここまでハルピョンの好きなお菓子ベスト3を知ることができて、口の中もめちゃめちゃで甘いものからしょっぱいものからベスト3を知ることができて、お菓子のね、ハルピョンの好きな、超面白かったよ、食べてみたくなったよという方はショールーム、ツイッターライブ、数字の8の年代、会場拍手お願いします。以上、アシスタントミニ企画、橋本春奈のお菓子総選挙でした。名前とラジオネームから。ファットです。何県から？北海道です。北海道、いかがでした？楽しかった？まあ、行きましょう、とりあえず話しちゃって、どうぞ。たくさん来たい。もしもし、今日も、久しぶり、まただね。元気？元気です。北海道は暖かいですか？寒い？やっぱり。いや、寒いです。今日なんかみぞれとか降っちゃって。そうなの？大変、あったかくして寝てください。はい、ありがとう。バイバイ。終了です。ありがとうございました。さあ続いていきましょう。それからラジオネームいただきますね。半年前にスマホをアンドロイドから iPhone に変えました、ね、僕らもガラケーでしたよ。最近まで12から変えました。 Max Pro にしました。ハルピョンはずっと iPhone ですか？iPhone で今12使ってます。はいはい、繋がりました。もしもし。もしもし。お名前と何県から？町田瑠衣です。どうぞどうぞ、じゃあ話しちゃってください、どうぞ。町田さん、あ、どうも。あ、好きです。最近バスケはどうですか？あと4時間で誕生日なんで祝ってください。おめでとう、ハッピーバースデー、好き、大好き、おめでとう。あと、終了です。ありました。すいません、はい、すいません。それからね、お名前だけでも行きたいかな。結構ね、同じ方はご紹介省いて、作太郎さんいただきました。大倉さん、ハルピョンこんばんは。ハルピョン、今までのメンバーが卒業するために推し変、推し増ししてきましたが、何ですか、あの時の衝撃的な可愛さは今まで、ハルピョンが一押した、瞬く間に一押しになり、基本、DD 体質だった自分を単押し、神押しに、してしまったハルピョンです。つながったかな、すぐ出てくる。もしもし。はい、もしもし。下北 FM です。ご覧になってました？あ、はい、行けます。お名前と何県から？埼玉県のベルチャング。あ、話しちゃってください、どうぞ。ベルチャングさん、あ、こんばんは。こんばんは。
あ、かかって終わらなかったからびっくりしました。待って、はい、はい、もしもし、もしもし、あ、びっくりしました。びっくりしました。あ、よかった、はい、お電話できてよかったです。はい、終了です。すいません、見つかり次どんどん行きたいんだ。それがテーマね、ゴン太郎さんいただいてますね、あなたが最近お支援またはお示ししたもの、大倉さんもよく知っている元、あかりんが好きだとチームメイトで元ね宮城代表、卒業したから、燃え尽きかけていたゴン太郎を救ってくれたのは、この方を救ったのはハルピョンの存在でした。ありがとうハルピョン、これからもよろしく。それからね、もうトラブルいっぱいありすぎてもう笑っちゃうわ会場本当に。はい、もしもし、あ、下北FMです。ご覧になってました？はい。お名前と何県から？千葉県から、いつも車の人です。はい、じゃあ話しちゃってどうぞ。あ、車の人、あ、分かった分かったわ。あ、どうもこんばんは。こんばんは。今日は何して、お仕事してましたか？今日はお仕事でした。あ、お疲れ様です。また次の時も車から参加ですか？はい、シール。シールです。ありました。すいません、短くてもう。どんどん、次どんどん行きます。たくさん行きたいの。一言でもね、お声をお伝えしたい。僕ら的に。ね、きっとぴょんつさん、きっとぴょんつさんいただきましたよ。先日行われたオンラインお話し会、ハルピョンは可愛いし、お話ししていても話しやすく、終始笑顔で、笑顔を絶やさずに終われましたので、次に開催されるお話し会見を、おしましましましたよ、ハルピョンと。話書いて嬉しいですね。それから母さんもいただきました。最近おしまししたのはヤクルトスワローズの、あ、もしもし、あ、下北 FM ご覧になってました？見てました？あ、見てました。お名前と何県かな？見てました。都内の東京都からです。はい。お名前は？鈴木太郎です。あ、行っちゃってどうぞ。はい、こんばんは。こんばんは。あ、繋がりました。繋がってますよ。すげえ、すげえ、すげえ、ありがとうございます。やばい。今日はカラオケルームからじゃないんですか？今日はあの自宅からやってます。あ、今日は自宅から。あ、終了でございました。はい、あの一言伝えたい。ありがとう、短くてすみません。一言伝えましょう、ね、全員ちょっと行きたいので。はい、そういうことでね、コメントもくださいね。よく聞く名前来てますよ。それも作太郎さんよ。剥がし早いな。剥がしちょっとみんな行きたいのよ。もう数もう時間いっぱいまで行くから、かかったらもうすぐ出て、もう聞かないからね。何件か話しちゃって、お名前だけ言って、繋がった方お名前だけ言ってください。繋がったら。ただいま電話に出ることができません。あ、じゃあ留守電かな。という発信音の後に、ちょっと一言、ハルピョンです。 AKB ハルピョンです。モーニングコール、おはようございます。どうぞ。はい、やっほー、 AKB48 チームメイトのハルピョンです。なんで留守電なんですか？ちゃんと聞いてください。シールカッチ。ありました。Let's go。This is a street radio station. 88.8 Shimokita FM. Your best choice DJ. DJ Tomoaki Radio.